よし、じゃあこれで準備 OK かな。うん、立ち見も見えますよ。じゃあやっていきましょうか。で、あの前回あの柔道部のイベント大丈夫かしらっていう声をいただいて、あとサインありがとうございます、どうも。頭が受話器みたいとか言わないで。あのさ、柔道部がなんかもっと頑張らなくて大丈夫かなって言われたんですけど、 ありがとうございます。もうなんかで僕としてはちょっとあれ、あの花屋アンネリを出したいんですよね。うん、だから今週と来週頑張ってアンネリーを出した後に柔道部頑張ろうかなって思うんで、そんな感じで大丈夫かな。うん、そうだから、そうちょっと今週来週だけマンネリーをやって、でその後にあのめっちゃ柔道部頑張ろうかなって思います。じゃあ学力だよね。よし、じゃあ今週来週でちょっと出したいね。あとそう気になったのが、中学時代のニーナに会おうっていうのがさ、そっか今1年生の時にニーナくんに会ったら、それは中3のニーナくんってことだもんね。だからちょっと気になるな。あとね、あの米読んでっていう人もいるんですけど、あのゲームしながらなんで、ちょっとちょいちょいしか読めないですね。あ、ルカくんの誕生日、じゃあプレゼント買いに行きます。あ、今回はルカくんわかる、久しぶりよ、卒業式以来よ。あ、どうもこんにちは、今2週目やってるんでね、もしよかったらもう1回入学してください。いやー、僕にあれ、ルカ君に何あげたんだっけ。今ならね、なんかホットケーキ、ホットケーキってすぐわかるけどさ、あ、ブリキの機関車あげたんだっけ。なんかルカ君って少年っぽいからブリキの機関車喜ぶかなとか言って、いやー嬉しいね。今回はもうホットケーキちゃんとあげれる。もう立ち見か、立ち見も見えてるから大丈夫だよ。ねえ、ルカくんだったんだね、ホットケーキ。あ、でこれでさ、あのキャラクターのプロフィール見たらさ、あれなんだよね、普通にホットケーキが好きとか書いてあったんだっけ、甘いもんが好きとか書いてあったんだよね、ルカくんの説明書かなんか読んだら。あとニーナくん狙ってるの三角関係、うん、今回は一応嵐さんとニーナくん狙いでって感じかな。うん、お、富江ちゃん、あ、どうも。はい、誕生日今年は喜んでくれるでしょう。俺に、うん、開けてみて。ああ、どうでしょう、いい、お、すげえいい。いやー、このやっぱルカ君こういうとこはいいよね。この素直に喜んでくれるところはいいと思う。本当？本当。やった。みんなに自慢してこよう。あらー。ありがとうございます。あと、今日は何時までやるの？9時半か10時頃までかな。あとタイラー君は気になるよね。タイラー君はできる範囲で。なんか接触したい。平くんもできる範囲で構っていきたい。だって実際平くんちょっとときめいたもん。あ、こうちゃんだ。こうちゃんはな、こうって呼びたくないんだよな、まだ。だから、あ、どうしよう。じゃあ喫茶店に行こうかなと。和光通間に合ったということでね、アンドロニーちゃんいらっしゃいませ。旦那さん、サテン付き合ってくれるかな、どうだろう。こういちくんってなんか神聖なんだけど。あとまだ、あ、こうちゃんはこうって呼べないんだっけ、確か。気分じゃね、あれ。うせないよ。あとマリモさんいらっしゃいませ。あら、旦那さんも気分じゃない。だって今日ゲーム起動したら買い出しかって言われたんだけどな。で今日もめげずに勉強。お、よし、 あれそろそろマンデリー来るんじゃない。あ、でも期末テスト、あら、メール来てた、あら、もうマンデリーかな。あと晩ご飯は食べました。え、60も必要、あれマンデリーじゃないの。マンデリー、お、あら、
あら、あと和骨コメ入らせてもらいました。どうも、ね、いらっしゃいませ。あら、マンネリ来たん。あ、やった、意外と早く来た。なんかもっと高いかと思ったら、あ、よかった。じゃあこれで柔道部に集中できるね。よかったよかった、まさきだけだって。あ、あれあれあれ、嵐さんじゃないの。あれ、嵐さんじゃないんだ、まだ。マンズリーじゃありません。誕生日プレゼント効果、あと意外と、うん、こんなもんかな、なんだ。あとプレミアム、うん、コミ登録ありがとうございます。今回プールバイトしないのね。うん、ちょっとね、今回はね、まあ嵐さんとリーナ君狙いなんだけど、アンデリン狙いかなと思って。あら、意外といい調子。2週目だから慣れてるね。そんなことないの、あの先週の放送が結構ひどかったんだよ。本当に2週目ってあの言いたくなるぐらい先週のプレイがひどかったんだよ。お、あら、カレンちゃんに勝ってる。まあこんなもんかな、かな。まあこんなもんか。でも思ったより良かった。そう、先週はね、あー、ミオちゃん、先週はほんとひどかったんだわ。安定しているようで危ない。はい、先週なんて電源は切れちゃうしさ、ゴールデンウィークはさ、すっ飛ばしちゃうしさ、結構ひどかったんだよね。あとね、トミエちゃん、オリーブオイラーさんいらっしゃいました。あとね、コミさんかありがとうございます。よし、じゃあ電話か、マンネリに電話。よし、じゃあ電話します。でもこれでますますルカちゃんルートだね。風邪は大丈夫？うん、大丈夫大丈夫。お電話ありがとうございます。花屋アンネリーです。これさ、一瞬まさき先輩の声に聞こえたんだけど、気のせいかな。お電話ありがとうございますの声がちょっとまさき先輩っぽかったんだけど、まあそんなわけないよね。それじゃあ、お、毎週火曜日と木曜日に来てもらえるかな。ね、はい、じゃあよろしくお願いします。次回からよろしく頼むね。私は設楽先輩に聞こえた。ああ、え、誰なんだろうこの声。この GS の声優さんの中の誰かがやってんのかな。やっぱ気のせいか。よし、じゃあ今日からは部活地獄だよね。なんか本当に部活大丈夫かなって声がいっぱいあったんで。あー、お化け屋敷、こうちゃんと行きたいけど、うわ、どうしよう。休みの日は電話に誘った方がいいのかな。あれ、これどうしよう、忙しいなこれ。そう、あと浴衣も買いに行かなきゃ。浴衣バーゲンっていつやるんだろう。あ、でさ、ちょっと気になったんだけどさ、なんていうの、こういう時もさ、あれなの、やっぱり部活を頑張った方がいいの私は。やっぱりこういう時も私はその部活経験値を稼ぐために部活を頑張った方がいいの。あ、やっぱうんっていう声が多いね。あ、じゃあ本当にもう柔道部に全てを注ぐくらいの勢いなんだ。まあそうだよね。まあやらなくて柔道部イベント発生しないよりはマシか。じゃあ部活頑張ろう。見たことない汁見えるかもしれないし。お、早速ブー。そう、柔道部狙いだよ。お、あ、どうも、戻ってまいりました。市流れ大学から戻ってまいりました、岡間です。君のシフトは毎週火曜日と木曜日だったね。はい、ねえ、よろしくお願いします。富江さん、何してんの。どうも、市流れ大学の富江です。あら、ルカちゃん、ここで働いてるの。そうだよ。はい、知ってます、知ってます。はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします、先輩。よろしくお願いします。まさきが店長なの？バスの時は他のやったらいいんじゃない？そうだね、さすがに、あれかな、なんかバッテン側の時は他のやった方がいいのかな？だってニーナ君も狙うからね、流行とかも必要なんでしょ、きっと。店長って蓮舫じゃないの？有沢さん店長。そうね、罰の時は他のことやろっか。あれ、今誰の誕生日？あれ待って、今誰の誕生日？え？あれ？あ、カレンちゃん、ありがとう。あ、まあカレンちゃんだったらね、ねえ、シュシュでしょ。多分女の子の誕生日は外したことがないはず。せっかちおかまんねって。これ一人やってたらわからんくなったね。そう、女の子は外さないんだよね。まあでも女の子は簡単だしね。カレンちゃん、バービー、もうどうしたの、急いじゃって。お誕生日おめでとう、これプレゼント。そんな仕草で渡されるとさ、キュッときちゃう。開けて、開けて。もう完璧？ボンビのセンスって私大好き。本当？ということで女の子はバッチリです。入れてって。じゃあ、あと待って、あれ、浴衣のバーゲンってないんだっけ？あれ、浴衣のバーゲンはないんだっけ？あ、浴衣のバーゲンはない。じゃあどうしよう、浴衣買いに行っとこう。浴衣のバーゲンはなかったんだね。6月から8月限定販売。じゃあ浴衣買っとこうかな。で、あとあれだよね、あのメンスワンピがなんか外出時イベントが起きやすいよっていう話を聞いてたような気がする。だから外出するときはじゃあメンスワンピを買った方がいいのかな。ねんねちゃんで買おうかな。あ、36日。あら、どうしよう、私お金が36日しかないわ。そう、あ、そっか、メンスワンピはもう持ってんだっけ。ポイントカード、服を売りましょう。そうだね、服を売りましょう。服を売ろう。でも割とあんまり持ってないんだよね、服。いやーん、これは売りたくない。ちょっと、うん、お金貯まるまで待とう。なんかあんまり服ないし売りたくないかも。じゃあ、はい、そうだね、まだ売らなくていいよね。あ、ポイント確認したら、ポイントって見れるんだっけ、あそこの画面で。あ、カードは今 30% オフだったと思う。 30% オフならいける？ 30% オフならいけるかな。メニュー、あ、違う。あら、ポイント、あ、どうでしょう。惜しい。じゃあちょっとお浴衣は後で。ちょっとお浴衣は後で。後で行きましょう。じゃあどうしよう、イベントがいっぱいあるから、とりあえずあれかな、
お約束だけでも入れとこうかな。海花火大会、そうだ、ちょっと約束を入れてこうぜ、どんどん。プップップ、あ、セーブ、そっか、こういう時セーブすればよかったね。もしもし、まこっち板前部屋やったね。うん、板前部屋に戻りました。そうだ、夏はセーブした方がよかったかも。ん、おう、なんだ。わあ、ちょっと断られたくないな。次からセーブしよう。あ、まだ海が開いてない。お、あれ、花火大会、あら、花火大会って8月2日だっけ。あれ、海は空いてる。あ、そうか、海は7月20日から空いてるんだ。ちょっと僕、なんでこんな生放送だと焦ってるんだろう。ちょっと落ち着いていかなきゃね。まあ、ここはね、外したくないから。よし。お願い、オッケーして。お願いします。おー、よかった。俺とか。いいけど。よかった、よかった。わかった。じゃあ。よし、まず花火大会は確約。そっか。じゃあ花火大会の前に浴衣を買いたいけど。花火大会の前に浴衣を買いたいけど。とみえちゃん、誰かに似てると思ったら職場の人だわって。職場？多分その人オカマです。もう水着で花火大会行こう。そう、どうにかならないかな。どうにかならないかな。裸で行こうって。悩むね。ちょっと貧乏すぎたね。服を売るしかないか。アクセは売れないの。あれね、浴衣って何リッチやれば買えるの。50リッチぐらいするんだっけ。あれ、もっとかな。ミニ浴衣何日だっけ。あと、バギマンコちゃんいらっしゃいませ。60ってことは 30% オフで40、 30% オフで40で、でも9リッチ買わなきゃいけないから、そうだね、服売って9リッチ買って 50%49 あればいいの。よし、売ろう。やだ、花火大会は浴衣で行きたい。ルカちゃんとお揃いの。まさかこんなにお金に苦労するなんて。まあいいや、じゃん、このストール、玉尾さんが好きだけど、まあいいや、売ろう。サングラスとメガネ、まあ、じゃあこっち売ろうかな。あと6、あと6リッチ。これ誰かとお揃いだったりする？これ誰かとお揃いだったりするかな。なんかこうちゃんとお揃いは売りたくない。ない、じゃあいいや、もうこれ。可愛いけど売ります。なんかこの前見たホタルの墓を思い出すんだけど。
なんか、なんか衣類を売ってなんか必要なものを調達するって、なんか蛍の墓を思い出してくる、なんかはい節子ってはい、じゃあお出かけ、ああとじゃあそうだ、お出かけするんだったら赤いワンピース着てこう。悲しくなる、ほんとバイト始めるのが遅かったからね。よし、じゃあなんかシックな、シックな感じなんだけどあとセーブって声があるんで、じゃあ一応セーブしとくすごい、こんなまめにセーブしてるの初めてか。間違った、これこれ設定だったよいしょ。ねえ、なんでシックなんだろう私が。よいしょ、ねえ落ち着かないと失敗しちゃう。失敗したらロードするの？うん、なんかいろいろとね、失敗したらロードしようかなって。今回はじゃあお出かけに行きたいと思います。あ、かんざしってシックなんだ、キュートかと思ってた。ねんねちゃん、まあでも嵐さん好みの浴衣ならパメラだよね。あ、そっか、あれミニ浴衣ってねんねちゃんか。ミニがいい、うん、ミニがいい。じゃあ、あ、浴衣は属性ないか。そっか、じゃあいらっしゃいませ。じゃあミニがいいよね。あれミニはまだ？あったー。あ、けどその前にキューリッチ。あ、まあいっか、これでポイントカード使えば買えるもんね。よし、じゃあこれで買いたいと思います。よし、はい、さあ出ましょうお、あれはい出ます何やってんだろう私。めっちゃ止まる、なんかめっちゃ止まるって言ってる人がいるんだけど、それは何だろう、この放送が止まっちゃうのかな。ありがとうございました。ニーナ来るかな、来るかな。あれあれ、あ違うか、もう一軒行けんのか。じゃあもうもう一軒、もう一回買えるけど、なんか買うものある？じゃあシモン覗いてみようか。あ、フリマがあった。いらっしゃいませ。あ、そっか、フリマがあるのか。じゃあいいわ、夜だけ寄って。でもあー、いや、これはなんか気分的に欲しいから買いますはい、はーい。なんか内輪はなんか浴衣に欲しいかなって思ったから。どうもありがとうございました。今来ました、おこつです。どうもいらっしゃいませ。お、お、あれこっちか。あと延長、危ない、ありがとう。そうだ、延長があったんだ。延長手動でやらなきゃいけないんだ。そう、自動延長ができないからさ、危ない危ない、ありがとう。そっか、まずはファッションチェックか。シャローバンビー、おしゃれしてる？あれでも今私メンスワンピに全然おしゃれしてないんじゃない、これ。あれまずいんじゃない。延長ありがとうございます。オーケー、あれビシビシいくよ。まずいんじゃないこれ、全然おしゃれしてないけど。じゃあ早速今日のファッションは、どう？ワンビ、ダメダメ、ファック、あ、ダメだ
タイムシフトが残るのにわファックとか。ネサさんもいらっしゃいませ。せっかくのバービーがもったいないって。でもあなたからもらったワンピース着てるのよ。ねえ、このワンピースあなたがくれたのよ。そう、おしゃれは女の子の義務。サボっちゃダメ。いや、サボってないですけど。すぐに五郎先生のコラムをチェック。はい。バンビが次のファッションレベルになるには。まだまだでしょ。そう、あんたがくれたワンピースなのに。うん、いい感じ。お、頑張れば次のレベルに上がれるよ。はい。そっか、まずはファッションチェックか。メスすぎたのねって。まあいいや、浴衣もゲットできたし。とお化け屋敷に、あと今週は、まあ、健康がバッチリコーラかにっこいだから入稿あげようかな。そしたらじゃあ入稿あげます。ちょっとさすがにバスの時はいらないかな。よし、で日曜日は電話か。何誘おう。ナイトパレード、ナイトパレードも行きたいな。じゃあ海とナイトパレード。そうだ、じゃあまずは海誘う。あー、セーブセーブ。あー、戻れない。あ、戻れた。危ない危ない危ない。もう生放送はあの、あ、またねえ、落ち着いて。どうして設定を開くの。水着はね、持ってるよ。園長さん、ありがとうございます。本当、笑っちゃうぐらい焦ってるよね。じゃあまず海か。今日抜かなかったからなんか落ち着けないのかな。もしもし。あ、どうも、今日抜いてないオカマです。ん、もうなんだ。花火大会も約束したけど。あら、でもこれもう電話かける機会が少ないから。あれ、一回でも断られたら海とナイトパレード行けないね。あれ、でも僕海よりナイトパレードの方が行きたい。あー、でもあれ、海って8月20日までだっけ。で、いや、まずは海でいい。夏は忙しいね。なんでこんな夏に固まってるんだろう。よし、じゃあ海水浴。あ、遊園地の方が好感度上がるよ。あ、遊園地はなんだっけ、2回判定なんだっけ。お、よしよし、順調順調。俺とか。うん、いいけど。よしよしよし、わかった。じゃあ今のとこは順調。じゃあもうあとはデート楽しむだけじゃない。あとさ、柔道部もね、頑張んなきゃね。あ、よし、これから2週間はじゃあ柔道部道だね。はい、部活部活。あ、セーブ、まだセーブが必要。よーし。あ、やだー、来ました。じゃあ花火大会に行ってきたいと思います。あとね、いらっしゃい、めいっ子の面倒見てたら遅れたわっていう人いらっしゃいませ。セーブセーブ。あれ、なぜセーブ。え、なぜセーブが必要なの、ここでも。え、デート前はセーブ。あれかな。いや、私選択肢のミスはいいと思うの。あの、私デートの選択肢のやり直しはしたくないかなって。うん、なんか約束を断られたとかのや、なんかやつは嫌だけど、デートはなんかもう私の選択が間違ってたんだから、それでしょうがないかなって派だから。うん、そこはやり直ししないかな。だから、あの、次の海水浴のデートの誘う電話の前はセーブしようかな。